4月下旬から先発で起用された上野、監督の期待に見事に応えます。ピッチを人一倍走り回ることで相手守備陣を翻弄、得点のチャンスを次々と演出していきます。ファビーニョから前線へ走り込んだ上野へ、最後はマルクス。得点力のあるブラジル人コンビに上野の献身的なプレーが加わったアルビレックス、攻撃のパターンが多彩になりました。彼の動きがあってからこそファビーニョが点を取ったりマルクスが点を取ったり、している場面というのは非常に多かったので、それは、数字に表れない結果として僕は評価しましたけど。4月26日、昇格のライバル川崎フロンターレとの対戦です。リーグ屈指の攻撃力を誇るチームです。この試合で反町監督が目指す組織サッカーが開花します。前半38分、ゴール前でボールを奪うと4人が細かくパスをつないで、最後はファビーニョ、先制点を挙げます。アン、ファビーニョ、マルクス、上野と素早くパスをつなぎ守備陣を翻弄、ボールを奪ってからわずか6秒のゴールでした。その後川崎の猛攻を受けますが全員守備で防ぎます。この試合川崎の放ったシュート26本に対し新潟はわずかに4本、しかし結果はアルビレックスが1対0で勝利。組織力を生かして貴重な勝ち点3を挙げました。この後アルビレックスは順調に勝ち星を重ねます。22試合を終えてアルビレックスは13勝5敗4引き分けの2位、首位広島との勝ち点差は5、 J1 昇格に向けて好位置につけ前半戦を折り返しました。行こうぜ J1、 行こうぜ J1、 J1 に行きます、行きます絶対行きます。アルビレックスのホーム新潟スタジアムです。ワールドカップの会場にもなった通称ビッグスワンには毎試合4万人の観客が詰めかけます。スタジアムでの応援は今や新潟の名物です。試合前サポーターは大合唱でアルビレックスを応援します。そして30曲を超えるさまざまな歌でチームの士気を高めます。スタジアムで歌っている応援歌を集めた CD です。今年5月レコーディングされました。
歌ったのはサポーターの有志150人。応援歌を一人でも多くのサポーターに覚えてもらおうと企画されました。選手別のテーマソングもあります。一人一人を励ます応援歌です。ゲームのウォームアップの時から、選手の応援歌を歌っていただいて、みんな高まるものが出てくると、そうすると、非常に選手としてのモチベーションも上がる。で、それはもう間違いない事実だと思いますね。アルビレックス新潟の前身は1955年に結成された新潟イレブン。高校サッカー部の OB が作った社会人のクラブでした。ワールドカップを呼ぶ運動の中で1996年に新潟で初めてのプロスポーツチームアルビレオ新潟として生まれ変わります。チーム名のアルビレオは白鳥座にある星の名前です。チームカラーがオレンジと青に決まったのもこの時です。星の色から決められました。チームカラーのオレンジは日本海に沈む夕日もイメージしているといいます。チームの強化のため指導者として実績のあったオランダ人のベテラン監督バルコム氏を招きました。しかし当時は満足のいく練習場を確保できず、芝生のないグラウンドには土ぼこりが舞っていました。とてもプロのチームが活動するような環境ではなかったといいます。彼はもう嘆いてましたよね。特にね、特にも富山が全く芝がなくて砂ぼこりでしょ。夜なんかね、トレーニングしてる時はね、砂ぼこりなんですよ。で、今度はね、雨降るでしょ。トレーニングする場所ないんです。その当時のその環境は劣悪。97年には県民投票でチーム名を現在のアルビレックス新潟に改称しました。J2 に参加した99年、開幕7連勝の快進撃でリーグを沸かせました。しかし当時の観客は選手の家族や熱心なサッカーファンばかり。1試合平均わずか2400人でした。一人でも多くの人に試合を見に来てもらいたい。選手自らビラを配って応援を呼びかけました。現在もレギュラーとして活躍する秋葉忠弘選手、当時 J1 のチームから移籍してきたばかりでした。で、正直まさか自分がビラを配るとは思ってませんでしたし、まあ
ただできたばっかりのチームでしたから、そのお客さんも正直そんなに入ってる状態じゃなかったんで、まあ仕方がないかなっていう感じで、まあ他の選手ももちろん納得はしてませんでしたけども、まあやろうかということで、まあよくやったなって今考えれば思いますけども、今でもし例えば配ったとしたらみんな受け取ってくれると思うんですけど、なかなかその受け取ってもらえない現状だったんで、まあそういう厳しい時代もありましたっていうことですよね。